はいどうも、こうです。今スーパーに着きました。ちょっとこれから台風に備えて買い物に行ってきます。大体これで5565円ぐらいですか。結構買いましたね。これちょっと極持ちがあったんで買いました。これ美味しいんですよね。で、まあ、赤飯が好きなので赤飯と、なんかあった時、まあ、プロテインが入ってるんでこれいいですよね、はい、で桃が美味しそうだったので桃を買って、でこれでレモン水でも作れるかなってことですよね。で牛乳はこれを食べるときに使いますね。であと、まあ、トマト、ちょっと前作ったファンチェチャオダン、ちょっと作って食べたいなと思って買いました。はい。であとはこれですね、ニンニクと生姜とネギと、あと鶏ですね。下ちょっとなんかまたちょっとスープでも作ろうかなと思って買いました。であとすごいですねこれね、カップヌードル、ね、もうそんなこんなすぐ全部食べれませんけれど、ちょっとまあ置いといてもいいかなということで、カップヌードルとかね、こういう麺とかね、はい、ちょっと備蓄用に置いとこうと思います。はい、それでは皆さん、まあ台風近づいてますね。上陸しないことを願うんですけれども、まあ、あの万が一に備えてしっかりと、万全な体制で台風を迎えられるようにお過ごしください。それではまた。